イメラジオ第1556回、今日は平成31年3月12日火曜日です。時刻は午前10時回りましたね。横浜港北、3月の朝です。午前10時、東から昇る太陽、斜めから街を照らしていますよ。もやかかっていて、丹沢の稜線はうっすら見えるだけです。けれど空はブルー、あったかくなりそうですね。昨日からここ横浜では気温があったかくなって、春見えてきました。リスナーの皆さんとこいかがお過ごしでしょうか。イメラジオ3月の朝、今回は世界史30年戦争取り上げましょう。ドライスヒエリガークリーク。17世紀といえばこの戦争、ドイツが荒れ果てました。そしてこの30年戦争によって、南ドイツバイエルンのあたりが本当に荒れ果て、相対的に被害の少なかったプロイセン、北の方ですね、ここがのしてくる。やがてドイツ統一の主体はプロイセン、30年戦争、プラハで始まるんですね。フェルディナンド2世という人が神聖ローマ帝国皇帝、神聖ローマ帝国、つまりハプスブルクはごちごちのカトリックで、けれどプラハの貴族にはもうプロテスタント多く、この対立、ここから始まったのが30年戦争。4回ほど分けての戦争であり、それぞれ名前もついているようですが、いちいちご紹介しません。つまり30年べったりやってたんではなく、途中休憩挟みながら4回ほどやっていた。そのプラハでの騒動、この頃はまだ宗教戦争の趣あったわけです。つまりカトリックを押し付けてくる神聖ローマ帝国 VS プラハの市民たち。そこへデンマークからクリスチャン4世、この人は高校世界史で出てくるんでしょうか。クリスチャン4世というこの人がデンマークからね、プロテスタント応援するぞという形で南下してきました。一方、旧教側、神聖ローマ帝国では傭兵雇っていたんですね。傭兵というのはお金で軍人を雇うことで、お給料払うこと。その傭兵隊長にバレンシュタインという、まあすごい人がいて、連戦連勝なんですね。で、この人がさっきのクリスチャン4世、戦い、やがてはスウェーデンの方からもグスタフ・アドルフ、この人は世界史の教科書に書いてありますね、グスタフ・アドルフというこの人は王様なんですけど、王様なのにわざわざ
前線まで来て戦うというすごい人。そしてこのグスタフ・アドルフと、あのスウェーデンですよ。で、あの神聖ローマ帝国の傭兵バレンシュタイン、この戦いがこの30年戦争のまあ見せ場といえば見せ場ですね。けれど、まあこの見せ場がどうのこうのというよりは、悲惨な戦いでもう敵の捕虜に対しても残酷なことをし、そして戦場となった近隣の場所でも残酷なことをし、そして戦争が行われていない休憩って変ですね、休戦の時にも、あの兵士たちは無収入なわけにいきませんから、相変わらず残酷なことをしというふうに、もう残酷の極みみたいな戦争だったんですよ、この30年戦争は。だからこの30年戦争のその実際に何を行われたのかということをぼんやりとでも見ていれば、欧州人というのはもうやばいとね、白人はやばいと、近づかない方がいいと思うはずですね。本当に残酷な、もう野蛮人ですよ。日本人が思いもつかないようなことをやってますね。いちいちお話ししません。で、さっきも話したように、この30年戦争でドイツが荒れ果てた、本当に荒れ果てた。そして人口もドイツ人口の4分の1とかぐらいが、もう諸説まちまちですけど3分の1とか、そういう人がいなくなったと言われています。この30年戦争に先立つ、あの1555年アウグスブルクの宗教和議、アウグスブルカレギオン、レリギオンスフレデ、これですね、これで一見神教と宗教の対立は収まったかのように見えて、あのアウグスブルクの和議では領主にその宗教を選択する権利あっても個人的にはなかった。つまりもう領主が、あのプロテスタントといえばそうなるし、全員領主がカトリックといえばそうなるし、またカルバン派も認められませんでしたね、アウグスブルクでは。でそれが、あの爆発したのが今回の30年戦争。そして今までお話ししたところでは、スウェーデンもそしてデンマークもプロテスタントだし、その彼らがプロテスタント側に立って、神聖ローマ帝国を圧迫してくるというのは、それはそうなんですよ。グスタフ・アドルフ、スウェーデンのね王様、戦場で亡くなったようですね。ただしですよ、この後あたりからややこしくなるのは、今度はフランス、カトリックですね。でそのカトリックであるフランスがなんとプロテスタント側について神聖ローマ帝国に戦いを挑む、こんな展開になっていったんですよ。ここが30年戦争のややこしいところ、純粋な宗教戦争とも言えなくなってきます。フランスがカトリックのくせに神聖ローマ帝国に対抗してプロテスタントの側についた。ただしパワーバランスという目で見ればこれは当然で、当時すでにスペインではもうスペインハプスブルク、つまりあのオーストリーにハプスブルク、スペインにハプスブルク、フランス挟まれてるわけですよ。プラス神聖ローマ帝国の皇帝を選ぶ選挙においてもフランスはハプスブルクにもう負けっぱなし、あのイタリア戦争の頃からそうなんですよ。てなわけで、このまま例えば神教、つまりプロテスタントの方が負けて神聖ローマ帝国があの強大になる、これはまずいと踏んだんですね。
で、フランスがこの、プロテスタント側、新教側に立って参戦。これで戦いの行方は決しました。バレンシュタインという頑張ってたあの傭兵隊長は、もう神聖ローマ帝国によって処刑されたようですね、この人は。どういういきさつあったんでしょうか。神聖ローマ帝国としては、この人を使い続けた方がね、良かったはずなんだけど、このバレンシュタインの力があまりにも強大になることを恐れたんでしょうか。なぜバレンシュタインがいなくなり、そしてフランスの参戦、こうなってくると神聖ローマ帝国自業自得でもうきちっと戦ってくれる人がいなくなる。30年戦争、最終的にはプロテスタント側の勝利なんですけど、そのプロテスタント側の勝利というにしては、そこになぜかカトリックのフランスが乗っかっているという変な状況で。ですから30年戦争を総括するとすれば、神聖ローマ帝国が負けた、こう言うべきですね。神聖ローマ帝国の力が弱体化し、で、それまでにも300ほどあった領主に主権が与えられた。それまではドイツの300ほどの領主いても、その上に神聖ローマ帝国があって、一個の国といえば国だったんですよ。神聖ローマ帝国という。ところが、この30年戦争の結果、ベストファーレンのミュンスター・オスナブルクというところで、条約が結ばれ、そこで決まったこと、その300ほどある領主全てに主権が与えられる。これで神聖ローマ帝国は事実上、名前だけのものになり、やがてまた200年弱の後、1806年でしたか、ナポレオンが攻めていた時に、本当に神聖ローマ帝国はなくなりました。カルヴァン派が認められ、そしてスイス、オランダ、独立しましたね。やっと、個人のレベルでプロテスタントが宗教を信じられるようになった。このこと自体は人類の一歩といえば一歩かもしれません。新教を信じたい人はどうぞと、旧教を信じたい人はどうぞと、領主の選択でその場にいる全員が、全員の宗教が決まる、そんな風にはならない。これはこれでいいことですね。これでドイツ、ドイツと呼んでいいのかどうか、後のドイツの当たる地域ですね、その国力がガクッと弱くなり、この30年戦争で。逆にフランスの力強大、フランスは30年戦争で得したは得した、アルザス・ロレーヌを奪ってもいますね。スウェーデンもドイツの領土を奪っていますよ。これ以降、17世紀、ちょうどルイ13世からルイ14世に変わる頃で、その宰相もリシュリューからマザランに変わる頃です。哲学者デカルトもこの30年戦争にはなぜか従軍していますね。で、その30年戦争に従軍している間、いろいろものを考えましたみたいなのが方法序説にも出てきますよ。17世紀後半からフランスの一人勝ち、ブルボンの時代になりますね。それは18世紀の終わりまで、つまりフランス革命まで続いていきます。ドイツ語でこの30年戦争のことを調べていても、これで国土が荒廃したとか、これで戦争が戦争を呼んだとか、そんなふうな言い方がされていますね。今ドイツ人がこの30年層を振り返っても、そのように見えるようです。
あ、そうそう、残酷な戦いだとお話しましたが、もうあまりに残酷なのにヨーロッパ人も辟易し、ですからグロティウスっていう人がこの30年戦争の後、戦争と平和の法というそういう本を著して、さすがにあの戦争をやる場合もルール作ろうよと、ね、もう無力になった捕虜を残酷にするのやめようよ、民間人に残酷にするのやめようよという、このグロティウスの戦争と平和の方が国際法の、スタートになったと言われますが、私はこの章についてまだ読んではいません。1556回目の夢ラジオ、今回はドイツ近世の戦いですね、17世紀30年戦争を取り上げました。火曜日朝始まります。